とこのように考えます。最初の死はおかげさまで全国700余の地方自治体の中での最も豊かで最もレベルの高い市民がいる町として、評価されているわけでありますが、このようにある私は数々の仕事をさせていただきました。その中で私が数々に感じたことは2つ申し上げたいんですが、まず第1に申し上げたいことは、菅直人さんは国民政策に関心がない、このことなんであります。例えば私が18年間の間、医療のネットワーク、大事の一石病院を中核病院とする大病院とのネットワーク、循環器やあるいは小児科医の緊急対策などを行ってまいりました。あるいは2000年に介護保険を導入した際は、介護保険の2つの方式を実際に考え実践をしてきたわけであった。また子育てにおいても、保育園でもない幼稚園でもない、もちろん保育園や幼稚園は充実としてまいりましたが、それ以外にも家庭保育をしている人たちに対する子育て支援のゼロ1にしたというのを今から14年前に作りました。そしてまた今先ほど申し上げました、あのコミュニティバス、非常時のあの街をスイスイと走っている小型のコミュニティバスは、それまで全国誰も考えることができなかったわけなんだ。バスはあそこにありますような大型バスで広い道しか通らないと思っていた。しかし障害者や高齢者やあるいは妊産婦、小さな子連れの皆さん、こういう子連れの皆さんがもっと手軽に利用できるネットワークを作ろうと思って、1995年11月26日にコミュニティバスを施行したわけであるか。当時の民衆と掛け合って5年かかりました。しかし皆さん、今ブルバスが出ていきますが、あのブルバス、コミュニティバスは今や全国1800の自治体のうちの全自治体がこれを真似て導入をしているわけであるか。皆さん、私は何を言いたいのかというと、国民生活を支える福祉、介護、生活保護、医療、子育てや教育、そしてこのバスのような、ね、市民の足となるべきネットワーク、あるいは中央線の効果連立の話、街づくりの話、こういう話を私は22年間かかって武蔵野方式と言えるようなことをやってまいりました。皆さん、この22年間の間、私が市長をやってる間、菅さんは武蔵野の教育を今日見せてくれよとか、あるいは武蔵野の医療連携を教えてくれよとか、あるいはこの文学はどうやってできたのか、これを国策にしたいから教えてくれとか、こういうことは一度もなかったわけであります。皆さん、一言で言えば、菅直人さんという人は選挙運動に熱心で、選挙活動に熱心だけれども、政治が目的としている国民生活を豊かにする、こういうことについては全く言っていいほど関心を持ってこなかったと言っても過言ではありません。退任した私が重ねて申し上げますが、22年4ヶ月の間、私が市長をやってる間に街づくりの実践について教えてくれとか、あるいは医療や福祉について教えてくれというようなことは一回もないわけです。逆に名古屋の市長となったあの川村という名古屋弁、
あの男は絶対にいいところは、我らは私の社長まで行って私に会いに行って、あの川村さん、なかなか愛情のある男だけど、どう市長、名古屋にも取り入れたいから、この様々な政策を教えてくれって聞いたのは川村さんですよ、今の名古屋市長。だけど、地元の国会議員の菅直人さんは、一回も国民生活を支え、豊かにすることをについて関心を示さなかったわけであります。こういう場面で急に言って恐縮ですが、国の予算は90何兆円ありますが、自治体の歳出は借金対象がありますから、自治体に57兆円です。この57兆円のうち27兆円が27兆円が厚生労働省、その次に8兆円が国交省、7兆円が文科省、このベスト3だけ取っても45兆円近くなるわけであります。皆さん、実際に国の予算の8割から9割はこの昔の市で使っていると言っても過言ではないんです。今日は全国から集まっていらっしゃる方もいらっしゃるし、同議員の方もいらっしゃるけど、実は我々の国民生活の現実は地域社会にあるわけであります。国は法律を作り制度を作るんです。だから皆さん、本当に真面目に国会議員をやろうとしたら、地元の昔の市がどうなってるか皆さんにお訴えをいたしたいと存じます。市民運動をやらない市民運動家なんです。皆さん、菅直人さんが政治に志したのは昭和50年か49年 のからであります。そして彼は55年に国会議員になったんですが、その間に6年市民運動をやったのか。私は当時市会議員だったから武蔵野にあった市民運動をよく分かっています。ゴミ問題、それからこの金鉄の裏にあったピンクサロンの問題、ストリップ劇場反対の市民運動、そして日照権を守れという市民運動です。これがもう一回繰り返します。ゴミの問題、ゴミの焼却場を作る運動、そしてこの近鉄の裏にあったピンクサロン反対の市民運動、そして日照権を確保しようというこの3つの運動がこの武蔵野で10年間近く行われて、それぞれ解決を見たわけであります。しかし皆さん、この武蔵野で行った三大市民運動は、武蔵野市民の1万5000名とかっていう署名を集めた大運動だったんですけれども、その場面に菅直人さんはどこにもいなかったんですよ。いなかった。ゴミの反対運動やクリーンセンターを作る運動にも菅さんの姿は見えない。またこの近鉄裏の金太郎反対運動でも菅さんはどこにもいなかった。また日照権を確保する運動でもどこにも菅さんの姿は見えないわけであります。菅直人さん、ここに出てきていなさいよ。あなたはどこで市民運動をやったんだ。菅さんが昭和49年の暮れから昭和55年までの足掛け6年の間にやったことは、1回の参議院議員選挙に立候補、3回の衆議院議員選挙に立候補、皆さん5年間で6回選挙に出れば市民運動なんかやってる暇はないじゃないですか。私はさっき申し上げた
ゴミの問題、ピンクサロンの問題、そしてまた立証権の問題、全部私は現場にいました。司会員として市長として、だから私はあえて申し上げたいと思います。この重大な市民運動のどの場面にも菅直人さんは出てきてない。市民運動家なんて嘘っぱちですよ、嘘っぱち。彼は政治家のスタートの時に嘘をついた、こういうのを鳩山さんが言ったペテン師って言うんですよ。私は真面目に政治をやってきた立場だから、あまり汚い言葉を使いたくないけれど、だけど皆さん、市民やってもしない市民運動をやってきた市民運動家だと言って、国会議員になるまでの6年間選挙に4回も出た、衆議院選挙3回、参議院選挙1回、彼がやったのは市民運動じゃなくて選挙運動なんですよ、選挙運動。私は本会議場から菅さんに言いたい、あるいはこの中で菅さんの信者がいるかもわかんないが、菅さんに伝えてください。菅直人さん、あなたは市民運動をどこでやったのか、どこでやったのか、そのことを私の前で言ってほしい、公開の前で言ってほしい。人生のスタート、政治家としてのスタートのスタートに嘘をついてペテン師となった彼の本日の姿が今まさに問われているんだろうと思います。大変長くなりました。私は市長としての22年間の経験を生かして、私が見たこと聞いたこと、菅さんの素顔に申し上げたいと存じます。これから大事なことは単なる批判やパフォーマンスや壊せるではない。この日本をどうするか、真面目にやっていこうではありませんか。日本